ベロニカ・フランコは16世紀のベネツィアで活躍したイタリア人詩人であり、コーティザンと呼ばれる高級商婦であった。ルネサンス時代のベネツィア社会では、二つの異なる階級の高級商婦を認めていた。それは、コルチジアーナ・アネスタ、つまり、詩的な高級商婦と、コルチジアーナ・ディルーム、カリウソー向けの売春婦であった。向けの売春婦は、リアルト橋の近くで生活し、 売春を行っていた。16世紀のベネツィアにおいて、優れた教育を受けたことや、数多の文学的、芸術的業績を収めたことを誇る高級商婦は、ベロニカ・フランコだけではなかったとはいえ、おそらく彼女は、上流階級向けの売春婦の中で最も褒めたたえられたものであっただろう。上流階級向けの高級商婦の娘であった、フランコは幼い頃、 母親から芸術について学んでおり、経済的に恵まれた結婚をするために、自身の生来の素質や能力を使うことを叩き込まれていた。フランコは、まだ10代のうちに、裕福な医者と結婚したが、結婚生活はうまくいかないまま終わった。彼女は生計を立てるために、裕福な男性を相手にした、売春婦となった。彼女はすぐに、その当時の主だった著名な名士たちとも、 交際するような階級にまで上り詰め、フランス国王のアンリ・三世と短期間交際することまでしていた。フランコは1565年頃出版されたカタール語で釣ってるプリンシパル・イピュー・ホノラテ・コルチジョン・ディバニシャにおいて、ベネツヤの主要な売春婦の一人として挙げられていた。高学歴の女性であったベロニカ・フランコは2巻の詩集を書いた。それは、 1575年に書かれたターズ・ライムと1580年に書かれたレトゥレ・ファミリア・ライエー・ディベルシである。彼女は書簡の本を出版し、他の優れた作家の作品を先週にした。フランコの2種類の観光物は人気を博し、フランコはそれで得た収入を高級商婦や、その子供たちのための事前団体を設立した。1575年ベネツィアの街を破壊したペストが、 流行している最中、ベロニカ・フランコは、ベネツィアから余儀なく退去させられ、自身の家や所有物が略奪された時に、財産の多くを失ってしまった。1577年に、フランコがベネツィアに戻ってきた時、妖術の罪での宗教裁判に直面して彼女は、厳然として、自衛を図った。妖術は、その当時、売春婦に対してよく申し立てられた、告訴内容であった。 その告訴は退りけられた。フランコがベネツィアの貴族と関係を持っていたことで、彼女が無罪方面になったという証拠がある。現存する記録によると、彼女は無罪方面となったとはいえ、財産や富のすべてを失ってしまったとある。しかし、後半生のほとんどよく知られていない。ついに、フランコの最後の主要な講演者が亡くなり、彼女は経済的な支援が断たれてしまった。 フランコの最後は、ほとんどの部分が、はっきりとわからないが、かなり貧しい中で亡くなったと考えられている。1565年、ベロニカ・フランコは20歳くらいの頃、カタール語でトッテル、プリンシパル・イピュー・ホノラテ・コルチジョン・ディ・バニシャに乗っていた。そこには、ベネツヤの最も有名な売春婦の名前や住所、料金が記されていた。フランコの母親は、 フランコの玉代が支払われるべき人物として挙げられていた。現存する記録によると、フランコは18歳になるまでに短い間だけ結婚しており、初めての子供を授かっているという。彼女は結局6人の子供を授かったが、そのうちの3人は幼いうちに亡くなったという。豊かな国際都市のピューホノラテコルチジョンの一人として、 フランコは働いていた期間の多くを裕福に暮らした。しかし、立派な女性に自動的に与えられていた庇護がなかったので、フランコは努力して自分の人生を歩まなければならなかった。彼女は勉強し、学識のある人たちの中から講演者を探した。1570年代までに彼女は市でより辛抱のある文学サークルの一つに所属しており、論議に参加したり、 視線を編集して貢献したりしていた。1575年、フランコの初めての詩集が出版された。それはターズライムであり、フランコが書いた18通のカピタリーとフランコへの褒め言葉を書いた男性たちが書いた7通が収められていた。同じ年にベネツィアでペストが流行し、それは2年間続き、その結果フランコはベネツィアを去り、 多くの財産を失うことになったのだ。1577年、フランコは市議会に貧しい女性たちのために家を建てるべきであり、フランコ自身がそのような女性たちの管理人となることを提案したが、却下された。その時までにフランコは自分の子供だけではなく、あのペストで孤児となっていた老いまでも育てていた。1580年にフランコは フランスのアンリ・三世国王宛てのソネット2編と50通の手紙も収めたレトゥレ・ファミリア・ライエー・ディベルシを出版した。アンリ・三世国王はこの詩集が出版される6年前にフランコを訪ねていた。1580年以降のフランコの生涯についてはあまり情報がない。しかしながらフランコはこれ以上作品を出版しなかった。フランコの生涯は 1992年に出版されたマーガレット・エフ・ローゼンタール著ザオネスト・コルチザンで語られている。キャサリン・マコーマックは1998年に公開された映画、娼婦・ベロニカでローゼンタールの著書をもとにベロニカ・フランコを演じた。この映画では最後に高級娼婦の時代は終わったベロニカは自宅を宗教裁判の犠牲者に解放障害もあることの愛を 貫いたと書かれている。また、フランコの生涯は、セルビア人作家のカタリーナ・ブラオビッチ著2012年出版のフランコにちなんで名付けられた小説でも描かれている。ありがとうございます。